やだな、皮気持ち悪い。これ取っちゃう。回線に負担がかけられてるかチェックするツールある。あら、いるんだ。ネギが嫌いなのね。あら、なんか順番間違えちゃった。これでいいか。ネギ上だっけ。ね、隙間をやっぱり開けないでギュウ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 押し込んだ方がいいよね、焼き鳥ってね。私焼き鳥屋さん結構さ、詰めてんの見るんだけど、居酒屋とかで、ね、こういう感じでね、ゴロッとしたやつが美味しいっしょ。ゴロッとしたやつがゴロゴロだ。焼肉とかでもホルモンとか食べないしね、私ね。レバーはね、食べないね。つくねとももかな、やっぱり。なんかタレ派塩派に分かれる人もいるよね、多分ね。タレ派か塩派かね。私はこういうネギマとかだったらやっぱタレかな。するけど。滑る手が。ね。切りバージョンとそのままバージョンね。なんで硬くなるの、切ったら。オッケー、こう巻いてってあげて。自分の気晴らしにもなるしね。そうだね、ドライブはいいね、子供連れてね。とは別れた、どの方。結構古い情報だよね。何年前の話をしてんの。やっぱもうちょいいるかな。これでいいかな。あと塩コショウ、片栗粉が入ってますね、下味に。どんな料理を作ってるんですか。火通らないでしょとかさ。これはね、じっくりじっくり焼かないとね、焼き鳥はね。そうなのよ。はい、ネギマ一丁、ちょっとお待ちくださいね。ネギマ入りまーす。ネギマ入りますって。ありません。ほら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 、ないでしょ。てかまた浮いてたね。これ誰もここを突っ込んでくんないよね。またどう。タレいっちゃおうか。じゃタレにつけてく。うわいいね。50とのババアばっかね、ほんとに。ガチャガチャババア。ね、
ね、毎日肉じゃがとか作ってるようなね。うん、混ざってないけど。で、その網っていう字を見てハエって言っちゃったで今。はい、2種類目、豚のしそ巻き、オッケー。モンピーキースありがとう。モンピーモンピー、今日ラッシュだね。ありがとうございますね。ありがとうございます。ちょっとね、べちゃべちゃ成形が甘かったね。あ、でもまあ火が通ればね固まるから。つくねいいわこれ。これ最高傑作だ。つくねふわふわだしね。10万ってするものをあげても、私がだって3倍ぐらいのものになっちゃうじゃん。ね、大変だから、まあお手頃な、うん、ございます。するとくるくる回していく。まずネギマと、豚バラ、しそ巻き、あとつくね、ささみ、こちらです。4種類ね。4種類いただきまーす。うん。あ、リオナちゃんいた。綾波リオナちゃん。うまい。うん。火も通ってる。くー。こういう感じ。梅肉、ゆず梅肉ね。いただきまーす。組み合わせいいよね。しょっぱ、しょっぱい、無理、酸っぱ、うん、柚子胡椒も合うね。うん、柚子胡椒の方がいい。まあ大丈夫だよ。次、豚しそ巻きね。しそを豚肉、バラ肉に巻いてるね。これは何、なんかつけるの、なんか味が足んないね。うん、いく。うん、うん、これですよ、これラム。なかなかね、買う機会がないから余っちゃうんだよね、タレがね。でもこういうさ、つくねにつけたりとかさ、焼肉につけたりとかでもいいよね。総額2450円ぐらい。2400円、500円。